もう皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は、スピッツのですね、春の歌という曲、いいじゃないかということでやってみようと思います。今まさに春真っただ中。この曲今、やりたいと思います。簡単バージョン、しかもガズレレ流ですからね。いつものように、びっくりするぐらい簡単にやっちゃいます。ガズレレ流ショートカットバージョンで。やりたいと思うんですけど、まあ2バージョンやります。最初のバージョンは、初心者の方でもゆっくり簡単にできるようになるべく簡単にしたやつ一回やりまして、途中解説をしてかっこいいバージョンをやるんですけど、今回かっこいいバージョンは結構ね、コードは簡単だけれどもリズムの難易度としては結構難しいパターンのやつなんですけど、まあちょっとまたその辺も解説しますんで最後までご覧になってください。はい、ウクレレで大好きな曲弾きませんか？ウクレレだったら大好きな曲すぐ結構弾けます。ガズレレ流だったらコード8個だけ覚えたら結構ほとんどの曲弾けちゃいますんでね。ぜひ音楽を聞くのもいいですけど始めてください。自分でやることを始めてもらいたいです。はい。そしたら今ご覧になってるこのガズレレ YouTube チャンネルを見るだけでメキメキ弾けちゃいます。歌って弾き語りできちゃう。はい、私が持ち方コードの使い方とか丁寧に解説してますからね。はい、ホームページの1ページに数字の通りに押していくと YouTube が立ち上がるんですよ。それを見ながら進んでいくと弾けます。そのリンクを今ここに貼りますよ。ここのリンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしてどんどん進んでみてください。いってらっしゃい。ここです。クリックカシッ。いってらっしゃい。そこにはね、過去に撮った500曲以上のこういうどんなジャンルの曲も簡単にした動画が上がってますからね。一回ジャンルボックスがあってそこをクリックしてみてください。一回冒険してみたらね楽しいですよ。はい、そんな感じで、音楽始めてもらいたいんですけど、まあ行きましょう。早速スピッツの春の歌もそのままタイトルが春の歌ですからね。はい、じゃあまずはシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1,2,3,4重い足でぬかるむ道を来た。トゲのあるヤブをかき分けてきた。食べられそうなすべてを食べた。長いトンネルをくぐり抜けた時、見られない色に包まれていた。はまだ始まったとこだった。どうでもいいとかそんな言葉で汚れた心、今離れ春の愛と希望より前に響く。聞こえるか遠い空に映る君にも。歩いてゆくよ猿の前。春の歌、愛と希望より前に響く。聞こえるか遠い空に映る君にも。春の歌、愛と希望も作り始める。遮るどこまでも続くこの道を。イエーイ。はい、じゃがじゃん。はい、シンプル簡単バージョンやってみました。
はい、ちょっと長かったんですけど、これでもかなりショートカットにしてますんで、フルでやりたい方は2番とかコード進行一緒ですね、書き足してください。その時の参考になりますように、私のノートを今見てもらおうと思うんですけど、ちょっといろいろなこと書いてあるんですけど、まあ、この辺は後で解説しますね。とりあえずあのイントロでちょっとこの楽譜見るときに、このワンブロックの長さに注目してください。ちょっとイントロがこう省略系で、ここで 1,2,3,4 回ですけど、歌中はここ4回で行こうと思ったら、やっぱ案の定足りなくなっちゃいましてですね、ここからあのまたちっちゃくなっちゃってるんで、最後に至ってはもう繰り返すところはもうスペースなくなっちゃって、ここの同じブロックのコード進行で、この3行一緒ですからね。はい、まあちょっと見ていきましょう。上からまずはここイントロ今ね、シンプルバージョンはイントロ抜きましたけれども、コード進行みたいな簡単 A メロのコード進行をやってるだけなんで、まあやりたい方は付け足してください。かっこいいバージョンで一応フルでやる予定です。じゃあここからこう始まってメモってください。一時停止で、はい、下にこうプッと囲ってあるのはこれからやるかっこいいバージョンでやるやつなんで、まあひとまずメモっといてくれても、これ G7 サス4ですね。はい、じゃあメモってください。ここの5行までかな。おい、じゃあ次のブロック、ここからどこ、もう最後まで行っちゃったか。はい、さっきも言ったんですけど、ここまでが一応1番のサビまでです。なんでまずはね、ここまでやってみるのがいいと思いますよ。はい、そしたらここから歩いて行くよっていうのはちょっとブリッジパートと呼ばれるようなところで、ここがちょっとここからちょっと細かくなっちゃうんでアップにしますけれども、はい、結構ね、まあ、1,2,3,4,1 で長くなります。それでこのブロックパートやった後に C をやってからサビ繰り返すんですけど、ちょっとスペースがなくなっちゃったんで、コードはここに書いてあるので、最初こっちを歌って次の行を歌って終わったというふうになってますね。歌詞はちょっと見にくかったら、まあ、ご自身でお調べください。はい、スピッツはいつも思うんですけど、すごくシンプルなコード進行で、本当シンプル&ストレートなんですけど、何かこう心にキュンとくるね、さすがで、さすがのもうスピッツ節という感じなんですけど、じゃあコードの解説をしていこうと思います。 C、F、Am、D、G7、Em7 で今のシンプルバージョンできちゃいます。 1,2,3,4,5,6 ですね。はい、でここにもう一個後から足されるんですけど、これ後で解説しよう。とにかくこれ分かる方、これまずね、ウクレレ基本中の基本なんです。先ほども言ったように、ガズレレではですね、8個のコードを覚えちゃうとほぼ弾けますよということを基本に皆さんにお伝えしている。ここにガズレレ必須コードと書いてあります。こちら覚えてください。8個のコードね、これはですね、これを覚えちゃうとまあほぼ一緒にガズレレセッションできますからね。そこで以前解説した超分かりやすい解説した動画が、もちろん私が解説しています。ここに今リンク貼っておきましょう。そこでお勉強してください。そうすると楽しく覚えられますから、コードを覚えるコツはですね、楽しく覚える、これにつきますよ。はい、ウクレレだもん、楽しくやりたい。はい、はい、じゃあこれでまずコードはそれでお勉強してください。今のは全部4つ弾きだったんですね。はい、皆さん、ここからかっこいいバージョンに突入します。かっこいいバージョンではもう一個コードを足しましょう。これです。はい、 G7 サス4、 なんじゃこりゃと思いでしょうが、名前だけ聞くとごちゃごちゃしてるでしょ。ちょっとこの絵を見るよりね、私のね、デモを見た方がいいと思うんですよ。 G7、 まず G7 ですね、やってみましょう。G7 っていうのは、押さえるとこ、こことこことここでしょ？こういう風に押さえますね。G7 サス4っていうのは、この状態のまま小指で1弦の3フレットを足したものを G7 サス4と言います。こうです。今、サス4で、抜いた。サス4入れた。サス4抜いた。はい。これが G7 と G7 サス4の関係で、行ったり来たりがかっこいい響きですね。簡単でしょ？ G7 押さえて小指でちょいと押す。これ薬指でこう、ここをこうスライドさせてもいいんですけど、まあまあ小指使える方は小指で。まあどっちでもいいですけどね。この方がなんか スマートかなって私も思うだけですから。はい。もちろん薬指でもいい。釣られてこっちがね、動いちゃう可能性も高いんで、まあまあ気をつけてください。これが G7 サス4。あとこのコードが違うっていう一点と、あとですね、こっからちょっと本題に入っていきます。この曲もやっぱりリズムが面白い。こういう風にリズムはなってます。いいですか？タカタ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 パカツタカタパカタパカタパカタタカタカタカタタスタスタンパダンス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 。こういうリズムが基本にずっと流れてるんですよ。これはね、難しいんです。なのでいつものように言いますよ。まずは8ビートで全編やってみてください。こうです。重い足でぬかるむ道を来た。はい、8ビートね。これがまず前編できた人は次16ビートに移ってください。
こういう風に16ビートです。これができたぐらいに最後のこのリズムに行きます。こうですよ。思い出して軽い道を来た棘の間をかき分ける。難しいんですよこれ。解説しましょう。これはい、これは3連の16ビートなんですよ。見てください。 1,2,3 黒は大きく弾く、ちっちゃい丸は軽く弾く。ジャズズ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 チャツツツ、星はチャです。ジャズズ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 チャツツツ、ここをメモってください。これがですね結構メインで来てるんですよ。はい、いいですか。黒は弾く、ちっちゃい白丸は軽く弾く、要は強弱ですね。ダズズ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 チャツツツ。まずこのフレーズを口で言いましょう。ダドゥドゥ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 、こういう風になりますね。じゃあ手を一緒に動かしてみます。ダドゥドゥ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 、ずっと振り子の理論でこれが動いてるわけですから、ジャズズジャズズジャ、アクセントがダウンの時とアップの時が交互に来るから難しいんです。ダドゥドゥ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 ダドゥダダドゥドゥ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 ね、3つのことを一緒にやって、しかも一緒に歌う、これは相当な、まあ、難しさだと思うんですけど、これ出てきたのはですね、アムロナメイさんのヒーローという曲でもこの弾き方が出てきて、その後ブルーノマーズの曲でもこの弾き方が出てきて、結構あの皆さんあのハマってる方も中にはいると思うんですけど、これ3連の16ビートっていう感じです。 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 って、まあ、3連の16ビートって言い切るというか3つで進んでいく感じですね。タタ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 、これができるとかっこいいんですけど、まあ先ほども言ったようにまずは8ビート16ビートでやってみて空にしてくださいね。はい、あんまりねこれができない、うわーってなんないでくださいね。これまあ私も結構これ難しいんで、はい。でですね、サビは結構シンプルに、じゃんじゃんじゃんじゃか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 じゃんじゃんじゃかじゃん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 、こんな風にいこうと思います。あんまり食っていかないやつですね。まあまあ、この辺はまあ、自由度が高くやっていただいていいと思うんですけど、やっぱり基本的には16ビートの、スピッツの曲っていうと、大体こう軽やかな16ビートのイメージがすごく私にとっては強いんで、まあそういう感じでやりたいんですけど、16ビートやるときにね、皆さん、一個言いましょう。ガチャガチャしたイメージを持たないでください。すごいスマートなんですよ。飛行船がゆったり動くような、白鳥がスーッと、水面をこう泳ぐ、スーッと移動するんだけど、見えないところでパタパタパタってなってるようなイメージ。イメージがいいと思います。こうね、こういうイメージです。イメージ、ジャカ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 ってこうガチャ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 で忙しいイメージを持って弾いちゃうと、曲も忙しくガチャガチャなイメージになっちゃうと思いますね。ゆったりしてんだぞって思いながら やるのはいいと思います。はい、それではそんなことを踏まえながら春の歌かっこいいバージョンやってみる。春の歌、愛と希望より前に。
はい、春の歌かっこいいバージョンやってみましたけど、ちょっとね難しいですよ、やっぱりこれは。まずこの 1,2,3,4 を言いながらこれ弾けないもん。 1,2,3,4 1,2,3,4 これがまずできない。まずここからやるのもいいかもしれないけど、とにかくまあこれはあのいずれできればいいなというぐらいのものでもいいんですけど、なんかどっか心の奥に置いておいてください。タタ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 、はい、まずは先ほど言ったように8ビートをやって16ビートをやって最後これにたどり着けるようになるといいかなと思うんで、まずあの段階踏んでくださいね皆さん。はい、そんな感じで春の歌、春真っ盛りやってみました。そういうわけでドーン、ガズレレホームページご覧になってください。リンクここに貼っておきます。ガズレレホームページ全ての情報が一応網羅されておりますので、ぜひ見てくださいね。はい、今月は4月22日横浜の、日本丸の前の大アリーナステージで無料イベント誰でも参加 OK、 ウクレレ持ってきて私に会いに来てください。今クラウドファンディングで運営品のちょっとあの無料イベントですんでいろいろやってますんで、ホームページそこでも載ってますんでご覧になってくださいね。はい、あとはこちらドーン、今全国ツアー中、1年かけてツアー中、今ここの予定の地方じゃない方もしかしたら、伺うかもしれません。まだまだこれから増える予定ですからね、今のところそういう感じです。まあ常にホームページに最新情報がありますので見てください。歌本ボリューム3も1も2も Amazon で販売してますよ。本屋さんにも売ってるところあります。いいですね、皆さん音楽どんどんやりましょう。そしてね、教えてあげてください、広めましょう、歌いましょう。さよなら、バイバイ、またね、ガズレレでした、チャオ。